アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月12日、場所は東京三鷹国際キリスト教大学グラウンドにて、関東学生アメリカンフットボール選手権エリアリーグの公式戦となります。立正大学ブルドックス対白鴎大学ラスカルズの一戦がまもなく行います。試合開始13時15分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。現在フィールドでその試合前のアップ練習をしておりますが、本日手前側右側に陣取っておりまして、手前側のホームスタンド側になります。カラーのユニフォームをまとっておりますのが立正大学ブルドックス。1973年創部の歴史あるチームです。本拠地は埼玉県熊谷で活動をしております。その反対側、現在画面向かって左側で練習をしていますが、バックスタンド側に構えます。本日ビジターとしてホワイトのユニフォームをまとっているのが白鴎大学ラスカルズ。こちらも長く歴史を持ち、栃木県小山市にその本拠地を置いて活動しているチームです。この両雄による一戦がまもなく行われます。本日の東京三鷹は非常に好天に恵まれ、また風もそれほど強くなく、アメリカンフットボールやるに非常に素晴らしいコンディションとなりました。また初めて訪れましたが、このフィールドは人工芝で敷き詰められており、そのパフォーマンスを遺憾なく発揮できる環境になっているようです。両チームともその戦いぶり非常に注目したいと思います。なおこの配信は大学キャンパス内のグラウンドで行われますこともありまして、その調整およびそのご助力において国際キリスト教大学の運営の方々にも大変ご協力をいただきました。本来ならばこのスポッター用のやぐらを使わせていただくことがかなわないということなんですけれども、ご好意によりまして今回特別にその許可をいただいております。この場をお借りしまして国際キリスト教大学の方々の運営陣の方にも御礼申し上げたいと思います。令和4年11月12日、場所は東京三鷹国際キリスト教大学のグラウンドにて、2022関東学生アメリカンフットボール選手権エリアリーグ公式戦、立正大学ブルドックス対白鴎大学ラスカルズの一戦が行います。試合開始13時15分キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側こちらカメラ側に構えておりますのがホームチームとなります立正大学ブルドックス。チームからネイビーをまとっております。そしてバックスタンド側反対側になります。本日はビジター扱いとなっておりますホワイトのユニフォームをまとっていますのが白鴎大学ラスカルズです。白鴎大学キックオフ、立正大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形式で行います。
両チームハドルを組みまして、これより試合開始の時を迎えます。まず試合は白鵬大学のキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは68番の澤田、栃木県宇都宮南高校出身の2回生。立正大学リターナーを2枚構えております。2番、そして84番が入っている模様です。このキックは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。反則となります。この場合リターンチーム立正大学はボールが出た位置から5ヤード前進しての攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードバッタイとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べますが、立正大果たしてどのような選択をするでしょうか。立正大学5ヤード下がって蹴り直す選択としました。先ほどのキックオフが外へ出ましたので、5ヤード下がってキックオフやり直しとなります。白鵬大学キックオフ、さあ立正大リターンに入りました。抜けていきます。左オープン、さらに行く、ナイスリターン。ここで立正大学キックオフリターンにおいて84番左奥に独走、味方ブロックを生かして大きく前進、一気に相手陣に入ってからの攻撃を終えました。素晴らしいリターンしましたのは立正大学84番の大沢、千葉英和大学英和高校出身の4回生です。素晴らしいリターンによりまして立正大学相手陣に入りましての攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を争います。攻撃権は4回、4回で10ヤードで進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは立正大学の攻撃、ボールオン相手陣37ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずはランニングアップ、中央へのランプ、ハンドオフを託され、ハンドオフを託され見事7ヤードのゲインとしています。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回です。これによりまして攻撃権は7ヤード前進しまして、次はセカンドダウン2回目の攻撃となります。ランニングアップ0番は岡崎、仙台城南高校出身の4回生。7ヤード前進しまして立正大学セカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は4ヤードです。ここでボールファンブル、ターンオーバー。ここで再びランプレーを展開しようとした立正大、しかしここでボールファンブル、ボールを落とした、そのファンブルボールをカバーしたのは白鵬大学78番、これにより攻守交代となります。ターンオーバー、一気に攻撃によって先制を挙げたかった立正大ですが、ここで痛恨のミス、攻守交代となり白鵬大学の攻撃と変わります。一瞬を逃さず見事ファンブルリカバーしたのは78番の堤、沼田高校出身の4回生です。攻撃権変わりまして白鵬大の攻撃です。さあ、ここで中央のランプレーを完登しようとしましたが、しかし立正大ディフェンスが殺到しまして、このランプレー阻止、約1ヤードロスとしています。白鵬大1ヤード逆に交代させられ、セカンドダウン11の状況になります。白鵬大学セカンドダウン11、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離は11ヤード。
パス不成功。ここで白鴎大学は攻撃が開始地点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。しかしこのパスディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。前パス失敗ですと攻撃権1つ失い次の攻撃と変わります。ボールは元の位置に戻されます。従いまして白鴎大学サードダウン11、3回目の攻撃で攻撃権更新必要距離11ヤードの状況に挑みます。ボールオン自陣45ヤード。パス成功。今度はパスプレーが成功しました。クォーターバック17番ワイドレシーバー24番にパスを通しましたが攻撃権しかし更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。パスを取りましたワイドレシーバー24番は高橋、秋田県立湯沢高校出身の2回生。白鴎大学フォースダウン4回目最後の攻撃権、しかしここでフォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。これより立正大リターンしました。ディフェンス殺到する中果敢にリターンしまして自陣36ヤード地点からの攻撃を確保しています。これにより攻守交代となります。この位置から立正大学の攻撃に変わります。ファンブルリカバーにより攻撃権を得ました白鴎大ですが、しかしそのチャンス生かせませんでした。攻守変わりまして今度は立正大学の攻撃となります。立正大自陣35ヤードからファーストアウト1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあランプレーによる突破を図りましたが、これは立正大学がナイスディフェンス、白鴎大学がナイスディフェンス。ラニバックのハンドオフからのランプレーを78番71番が突進しまして約4ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。これにより立正大学4ヤード下がりましてセカンドダウン14の状況と変わります。白鴎大学の71番は高橋、加茂行政高校の4回生です。さあ自陣31ヤードに下げられて立正大学セカンドダウン14。ナイスファースト。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエスが投げ込まれますとこれは反則発生を意味します。これがどちらの反則であったかまもなく審判団からコールがされます。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すだけが許されています。この反則により反則発生地点から10ヤードバッタイしセカンドダウンやり直しとなります。これにより立正大学セカンドダウン11の状況に変わります。ボールオンは自陣34ヤード。立正大学セカンドダウン11、攻撃権更新必要距離11ヤード、果たして獲得できるでしょうか。ナイス。ランニバック28番ハンドオフから中央突破、相手タックル受けながらセカンドエフォートで粘り約10ヤードのゲインとしています。しかし攻撃権更新にはわずかに至っておりません。サードダウン残り1ヤードの状況に変わります。しかし素晴らしいランプレーを決めましたのはランニングバック26番岩渕1回生です。立正大学自陣45ヤードからサードダウン残り1ヤード。さあ攻撃権更新となるこの1ヤード獲得することができるでしょうか。立正大学ファースト。ここで手堅くブルッカータイプのフルバックに持たせて中央へのダイブプレー、
これをキャリア10番見事に決めまして攻撃権更新です。立正大学ファースター攻撃権更新決めました。ランニングバック15番は石原桐生第一高校出身の3回生です。これにより攻撃権はリセットされ1回目の攻撃に変わります。ボールオン自陣49ヤードから立正大学ファーストアンテン。パスゴーファーストクォーターバック内川さん中央へのロングパス、これをワイドレシーバー1番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。立正大学ファースター、見事パスプレーを決めましたのはクォーターバックの18番の渡辺。東京都立大学鷲宮高校の4回生、そして取りました1番は佐藤。こちらは3回生のレシーバーです。立正大学相手陣11ヤードに入りましたのファースターアンテン。さあ今度はランニングバックに託しました。ハンドオフ受けた24番右オープンに展開、これにより約4ヤードのゲインとしています。立正大学24番は大久保、加茂高校出身の3回生です。立正大学相手陣7ヤードからセカンドダウン7。ここでクォーターバック18番オプションプレー、自ら持つかランニングバックに託すかの選択プレーを展開しました。ここは自らキープしまして約5ヤードのゲインとしています。ここで素晴らしいオプション判断をしましたのは立正大学クォーターバック18番の渡辺、東京都立鷲宮高校出身の4回生です。立正大学相手陣4ヤードからサードダウン2の状況に入ります。さあボールを持たせましたが中央突破なるか。ランニングバック28番ハンドオフ受けタックル受けながら中央突破、エンドゾーンには届きませんでしたが見事攻撃権更新としました。立正大学ファースター、キャリアは28番でした。これにより立正大学失礼しました、エンドの位置を誤っておりましたが現在ボールオンは相手陣10ヤードの地点になっております。従いまして相手陣10ヤードから立正大学ファーストダウンです。さあここは中央突破タッチダウン、ここは中央へのランプライで突破しました。立正大託されたランニングバック24番そのまま一気でエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。立正大学6点獲得、見事先制のタッチダウンを決めましたのは立正大学24番の大久保、加茂高校出身の3回生です。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。フォーメーションキックフォーメーション、託されましたのはキッカーの0番岡崎、仙台城南高校出身の4回生です。キック成功1点追加、立正大学7点、白岡大学0点となりました。まず立正大学タッチダウンで先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。
さらにタッチダウンはその後にもう1プレーあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。これと自殺点2点、セーフティーの2点が加わり、アメリカンフットボールのワンプレーの得点は2点、3点、6点、7点、8点の足し算です。これにより引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた立正大学のキックオフで再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合が再開します。したがいまして、必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい構造になっています。そのキックオフを務めますのは立正大学の0番岡崎。先ほどトライフォーポイントを決めました0番岡崎がキックオフします。さあリターンに入りました白鴎大学。中央突破上がりまして自陣25ヤードを超えたところからの攻撃となります。果敢なリターンをしましたのは白鴎大学46番のプレイヤーでした。46番は千葉、埼玉矢野高校出身の参加者。まず先制のタッチダウンを許しました白鴎大学。しかし反撃になるでしょうか。ボールオン27ヤードの位置を確保してこの位置から白鴎大学ファーストダウン10。さあ中央突破を図るランプレーを展開しようとしましたが、立正大学ディフェンス陣殺到しまして、このランプレーゲインなくノーゲインとなりました。白鴎大攻撃権一つ失う形となりセカンドダウンと変わります。白鴎大学自陣27ヤードからセカンドダウン10。パス成功。ここで次のプレーはパスプレーとしました。これを取りましたワイドレシーバー24番約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー24番は高橋、秋田県立湯沢高校出身の2回生です。失礼しました、ゲイン約4ヤードに訂正します。白鴎大学サードダウン6、ボールオン自陣31ヤード。パス成功、さらに行きます。ナイスランファーストラン。ここで再びパスプレーを敢行。これをワイドレシーバー見事に中央付近でキャッチしまして、そこから左の分独走、一気に白鴎大相手陣に入るビッグゲインとしました。白鴎大学ファーストダウン。これより白鴎大学相手陣24ヤードの位置に入りました。ここから白鴎大学得点上げることできるでしょうか。相手陣24ヤードからファーストダウン10。さあここでランプレーによりボール右オープンの展開を図りました。何枠99番、トスを組まして右オープンへのランプレー。しかしこれは立正大学ディフェンス集まり良くノーゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして立正大学7点、白鴎大学0点、攻守方向入れ替え、セカンド第2クォーターに変わります。